榊原康政、わしに留守番をさせるな。現場にこだわった徳川の猛将。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、現場にこだわった徳川の猛将、榊原康政について紹介していこうと思います。亀さん、この人幼名をおかめと言います。亀丸でも亀千代でもなく、ただおかめです。このことだけで親しみを持ってしまいますが、なかなかどうして食えないおじさんです。今日はそのお話など、家康との出会い。天文17年1548年、三河上野、愛知県豊田市に生まれたおかめさん。初めて家康にまみえたのは永禄3年1560年、13歳の時です。この頃は小平太と名乗っていました。桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に撃たれた直後、織田方として出陣していた家康は大高城から岡崎に撤退しましたが、岡崎城にはまだ今川の兵が残っていました。これを避けて様子見のため菩提寺である大樹寺に着陣した折、同寺で勉学中の小平太の目通りが叶い、小姓に取り立てられたのです。この時日頃仲の良かった神谷錦七が昇進ゆえ具足の用意もなかろうと、出資の花向けに鎧一式を送りました。送られたのは良いのですが、この具足あちこちちぎれたりほころびたりの古びたものでした。しかしこの具足を着用しての初陣で功名を挙げたので、それ以降縁起の良いものとして戦いの旅に帯同することになりました。初手柄。さてその初陣とは、永禄6年1563年の三河一向一揆での上野城攻めです。小平太は笹切りと名付けた十文字槍を振るってなかなかの働きを見せます。翌年の遠江侵攻での活躍もあり、家康から康の一字を与えられ、これより名を榊原康政と名乗ります。これを機に元服したのかと思いきや、それは5年ほど経ってからのことでした。康政は次男ですが、長兄清政を差し置いて榊原家の家督を継いでいます。何か事情があったのかもしれませんが、そのあたりのことは伝わっていません。またこの時本多忠勝とともに旗本先手役に任じられ、以後家康の下で手柄を競い合うようになります。先手役とは旗本衆で固めた部隊の先手として前線で戦い、また戦況によって即時に対応する機動部隊の側面も備えていました。ですので旗本先手役の侍衆は常に家康のそば近くに仕え、不意の出陣にも対応できたのです。先陣へのこだわり。康政は先陣を務めることにこだわりを持っていました。ことの起こりは永禄7年1564年、下地吉田合戦でのことです。本多忠勝や鳥居元忠らと共に先陣を務めた康政は武功を挙げました。以来これが吉例となり、旗本揃えの先陣は康政が仰せつかるようになりました。元亀元年1570年、織田徳川連合軍と浅井朝倉連合軍との姉川の合戦でのことです。浅井軍には織田軍が当たり、朝倉軍には徳川軍が応戦すると決まり、両軍近江の国姉川を挟んで睨み合いの状態になりました。お互い開戦のきっかけをつかみかねていたのです。徳川方の先陣は酒井忠次でしたが、川の流れの速さと岸の高さに躊躇して、なかなか馬を乗り入れようとはしません。第二陣にいた康政、これを見て取ると、酒井殿は何をためらっておられるとばかり後ろから酒井隊を追い越して先陣を切ろうとします。これを見た酒井隊も、
二進に遅れを取るなど松代までの恥と慌てて馬に鞭を入れ、二体が競い合い姉川の急流を押し渡ります。思いがけぬ強行とかに不意をつかれた朝倉軍は陣構えを乱し、その横腹を安政軍が攻め立てます。たまらず敗走する朝倉軍に引きずられ、前線していた浅井軍まで陣を乱して散逸。この戦い、織田徳川軍の勝利に終わりました。伊賀越え。天正10年1582年6月本能寺の変勃発。この時家康は泉州堺で豪商たちと茶会や酒宴の毎日を過ごしていましたが、そこへ信長討たれるの一報が入ります。手勢も少ないまま、一時は河内飯盛城に立てこもり、大阪の丹羽長秀と呼応して、かなわぬまでも明智勢と戦おうかと考えた家康でした。しかし諸将の中から進み出た本多忠勝に、今は国元へ戻り体制を整えて後信長様の仇を討つべきと説得されます。また服部半蔵からの、道中は我らがお守りいたすとの言葉を入れ、山城を通り近江から伊賀を越え、伊勢へ抜ける道を選び国元へ向かいます。安政は酒井忠次、石川数正などと共に家康に従っていましたが、かろうじて伊勢から海路三河へ逃げ帰ることができました。安政、秀吉を挑発する。天正12年1584年、信長の跡目を争う羽柴秀吉対織田信雄、徳川家康連合軍がぶつかった小牧長久手の戦いが始まります。安政、武勇ばかりではなく知恵も働くところを見せて、相手の総大将秀吉に向かって挑発軍を送りつけたのです。主君信長公の桃明けぬうちからちょこまかと動き回り、お家を狙う不届き者、どこの馬の骨ともわからんやつがしゃしゃり出てくる場ではないわ。自分の出自まで引き合いに出された文の文言、しかも安政、悪いことに文字が綺麗だったのです。こういう文を生地達筆でさらさら書かれると怒り倍増ですよね。頭にきた秀吉は、己安政、わしを愚弄するとは、キャツの首取った者には十万石を与えるとの仰せ。もっとも後年秀吉は、こういう手合いには度量を見せるのが天下人の器量と思ったのでしょう。朝廷に創生し、安政には十五位下式部の大夫の位が授けられました。この戦いは結局信雄と家康がそれぞれ勝手に秀吉と和睦を結んだため、参戦していた諸将が孤立してしまうというグダグダの結果に終わりました。安政、現場にこだわる。天正18年1590年、家康の関東移封に伴い、安政には神津の国館林十万石が与えられます。それとともに江戸本郷大地の外れ、奥州道に臨んだ土地に屋敷を構えよとの仰せです。これは江戸へ出入りする主要道の要所に信頼できる家来に屋敷を建てさせ、睨みを利かすようにとの家康の思惑です。東海道には芝の増上寺、中山道には駒込に土井利勝邸、甲州道には内藤清成邸、大山道には青山忠成邸などが知られています。こうした家康の配慮は、安政に奥州への抑えを務めるとともに、二代将軍秀忠の補佐役を期待したからです。しかし安政は現場にこだわりました。先人命の安政のこのこだわりが、家康との間に微妙な齟齬を生んでいきます。家康としては、若い者に混じって戦場を駆け回らずとも国元でどっしり構えてもらいたいと考えたのでしょうが、文禄元年1592年、秀吉の朝鮮出兵に伴う肥前名古屋城への戦国武将オールスター集結、この晴れの舞台に留守を命じられた安政は不満たらたら、一斉のご奉公も虚しく、
などと言い放ち、家康が懸命になだめたとか。秀忠治三、慶長5年1600年9月15日美濃の国関ヶ原において、徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が天下の行方を定めんと決戦に臨みます。結果は東軍の大勝利に終わるわけですが、肝心の東軍の総大将家康の後継ぎ秀忠は5日遅れの第一山、当然決戦にも間に合わず、9月20日になってようやく家康が滞在していた近江大津城までたどり着く有様。秀忠は3万8000の大軍を任されながら、真田昌幸、信繁親子が立てこもる上田城攻めについ熱くなって時間を潰し、おまけに昌幸の計略にはまって敗北を期してしまいます。我が息子が負け戦の末の大一番への遅参、諸々の手前もあり、家康はなかなか秀忠に対面を許しません。なんとかその3日後に京都伏見で面会を果たしましたが、この時取りなしたのが康政でした。しかし康政も秀忠の補佐役としてつけられていたのですから、秀忠が上田城攻めに熱くなっている時に、殿、今は真田よりも関ヶ原と言って適当なところで切り上げさせればよかったのですが、最後は畳の上で。慶長8年1603年康政は秀忠上洛の折にも供をし、道中を無事務めたとして五千石の加増がされましたが、これが最後のご奉公となりました。慶長11年1606年5月14日患っていた毛脳炎の病状が思わしくなく、館林の屋敷で寝込みます。米中、毛脳炎、毛根に細菌が入り込み可能する病気、衛生状態が悪い、糖尿病の罹患などで悪化する。秀忠は関ヶ原合戦地産の折、康政の取りなしで家康に対面できたのを大いに感謝していました。康政が病に倒れたとの知らせを聞いて、すぐに医師や家臣を派遣して年頃に見舞いましたが、病は持ち直すことなく、康政59歳で死去。あれほど先人にこだわった武将でしたが、最後は畳の上で息を引き取りました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。